言ってないの。あれ、誰も変えてないけど、だいぶ違ってごめんよ。本物の星の香りです。写真はだいぶ変えてないけど、ごめんよ。いや、小柄なわけだ。小さい頃は案外小柄だったけど大きくなってね、横も大きくなったもんだけ。はい、ごめん。もうちょっと小柄でしょ。でっかいな、大女場ってやつですか。大女場だもんだ。では、はい、はい、それでは2曲目参りましょう。栄光してないでしょ。この曲がヒットした昭和44年、奥村千代はまだ22歳。昭和の歌姫は大人びていました。作詞が中西玲、恋の奴隷。
竹をやってきましてね、みんなおばちゃんたちも分かりますが、昭和歌謡楽しいですが、私も昭和歌謡が大好きで、これをやっぱこれからもずっと続けていきたいなと思って、皆さんにこう素晴らしいメンバーがいますので軽く紹介しておきます。鍵盤は大谷久美子さんの美人担当でございます。ベースは亀山聡、そして MC 伊藤佳穂、岡本隆、ギター高橋忍でございます。今ちょっとサックスが限定してるんですけど、サックスの後ろのさんという方の方も含めて、普段は6名でやって、今は5名でやっておりますので、はい、よろしくお願いいたします。で、次いきますか。はい、はい、昭和歌謡にはもちろんハッピーなラブソングもありますが、切ない失恋も涙の別れ、後悔と未練、そしてまた歩み出す女心を歌った平浩二の大ヒット曲、バスストップ。バスを待つ間に涙を拭くわし、はい。
かぶっとるおばあちゃん、はいはい、心配ばかしとらいますので店やることになって大丈夫かいのいってまだ5年はしなれんって言っとらいます